先制したのはマーリンズです。ランナーを三塁に置いてこのイチロー、外の変化球をレフト前に持っていきました。ストラスバーグからの先制だ。そしてこのピッチャーのレイトスの送りバント、セカンドランナーのイチロー、ファーストのエラーを見てもう何の迷いもなくホームに帰ってきました。2点目、イチローの好走塁が光りました。いや、これは本当見事でしたね。これ本当にね、最後までボールをよく見てますよね。結局これが決勝点ですもんね。はい、ストラスバーグは、まあ、立ち上がりから体調の方があまり良くありませんでした。そして2回の裏、ランナーを二塁三塁に置いてこのアグラのあたりバットが折れました。サードゴロの間に1点返したナショナルズ、2対1です。で7回の裏です。レイトス、デズモンドを三振。しかしこの後この回2つ目のフォアボールを出したところでマウンドを降ります。まだ今シーズン勝ち星がないこのレイトスです。でマセットが代打のロビンソンをセカンドゴロ、これはゴードンの好守備が光りました。3アウト。そして9回の裏、最後はこのシーシェフが、まあ、ランナー2人出しましたが抑えました。そうですね、エラーも野手のエラーもあったところでノーアウト二塁一塁というピンチでしたけれどもね、まあ、最後はストライクからボールといういいところに投げられて、レイトス良かったです ね、初勝利 ですね。レイトスに初勝利、うん、そしてシーシェクに3つ目のセーブがつきました。ストラスバーグが3敗目ということになりました。イチローは今日ご覧のように4打数2安打、打点が1です。まあ、これでイチローは6試合、連続のヒットということになりました。まあ、昨日に続くマルチということになりましたね。はい。